衝撃でした。氷室京介がマイクを置いた時、音楽活動を長期休止。ある一定のトーンが全く聞こえなくなった。伝説のロッカーの耳を病魔が奪い去ってしまったのだ。すなわち、ボーイの再結成は消滅。本当に衝撃的な知らせでした。実は、同じくらい衝撃的な事実が分かったのです。氷室さんに関する記事をいろいろ見ていたのですが、そこに気になる直筆の文章が、君も生まれながらにして、選ばれた者たちだけが持つ、独特な輝きを持ち合わせていたよね。せめてあと10年、あの非凡で多彩な才能を、振るうことができたら、君を思い出すたびにそのことを、とても残念に思います。氷室ほどの才能を持った男に、ここまで書かせたのは、一体誰なのか気になったので調べてみました。実は、その方の母親が言うには、二人は幼稚園から一緒。小さい頃、息子がクラスの子供たちの絵を描いたんですが、一人だけ飛び上がっている子がいる。それが氷室くん。目立っていたんですね。やんちゃ坊主で、よく怪獣ごっこをして、畳の部屋でやると、服がいぐさだらけでね。家に遊びに来ると、玄関から、カーマチ、と、大きな声で呼んでいました。ここに出るカーマチとは、そうです。養成された天才詩画家の、山田かまちさんのことです。これには運命の偶然というか、不思議なものを感じずにいられませんでした。後に遺作が発見され、それらを収めた。悩みは、茨のように降り注ぐ山田かまち詩画集により、世に広く知られるようになった人です。絵と詩で、独特の世界を作った天才です。しかし、二人が同じ学年で親友だったなんて、山田さんは17歳の若さで、この世を去っています。氷室さんはその時すでに彼の才能に気づいてたんですね。しかし、氷室さんは他にも彼の才能に気づいていたのです。中学生になってからは、ボーイのメンバーとなる松井恒松も含め、よく音楽の練習を一緒にしてたそう。ギターの弾ける山田かまちさんは、電話で呼び出されては参加してたそうです。後に、かまちさんの母親が、かまちもギター上手いから、よく電話で呼び出されてセッションしていたんです。ボーイのメンバーの大半は、地元群馬県高崎市のメンバーだということは、もしかすると、リードギターは布袋氏でなく、山田かまちさんだったかも知れなかったわけですね。氷室さんは、かまちさんの当時を、どう見ていたのでしょうか。かまちくんとは、小中学校を共にしましたが、なぜか、僕の中で印象に残っている彼は、小学校、それも、低学年の頃の彼なんです。いわゆる天才と呼ばれる人たちの、多くがそうであるように、当時の彼も、僕の目には、かなりの変わり者として、映っていたというのが、正直なところです。凡人の僕らが、どれほど、努力をしても、太刀打ちできそうにない、溢れるばかりの才能と、オーラを常に周りに発散してた。今思うと、彼は一種のカリスマ的存在だった気がします。並外れた才能で、よほどの心のつながりや、畏敬の念がないと、ここまで書きませんよね。かまちさん、今生きてれば、どれほどの活躍をされたか。彼の亡くなった原因は、自宅でエレキギターを演奏中の感電だったそうです。そのギターは17歳の誕生日のプレゼントでした。かまちさんの母親は、その時、氷室くんは、ボーイの前身のバンドメンバーと、志賀高原で合宿してたんです。朝ごはんの時に、かまちの訃報が流れて、全員がすぐ高崎に帰ってきた。氷室くんは、着のみ着のままで家に来て、8畳の部屋のかまちの祭壇前に、ペターンと座り込んだきりになって、私に、おばちゃん、かまちは、ハードロックでした。って、
一言だけ言ってうつむいて、ずっとそのままでした。いい子でした。想像以上の衝撃だったんですね。鎌地さんへの思いを、ボーイの時に、モラルという歌に残しています。人の不幸は大好きさ。あいつが自殺したって時も、俺はニヤッと笑っちまった。一見、友人の死に対して、不謹慎と思う歌詞ですが、彼の溢れる才能を惜しんだ。氷室流の親友を偲ぶ。ロックな弔いの死に違いありません。氷室さん自身、その後も、ああ、鎌地なら、ここはどう書くかなとか、思ったことがあったかもしれませんね。あなたも、この天才に興味を持たれましたか？神は、なぜ同時に同じ場所に、天才二人を授けたのでしょう。運命のいたずらなのでしょうか。最後に山田鎌地さんの、ご冥福を祈り、一辺の詩と、氷室さんの彼への手紙の一部をどうぞ。お前は生きることを生きろ。お前は、再びお前をつかめ。お前は眠っていた。それを揺り起こして、さあ、再びお前を生きるんだ。いかがでしたか？あなたはどう感じましたか？私は今までの人生で誰かとこれだけ深く魂がつながったと思えた時があっただろうか。そう思うと二人のことがなんだか羨ましく思いました。ではまた次回お会いしましょう。